く意味がわからない。Hello. Oh, wait, 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 it's not working. Hello, hello. Terren Leita. Work, work. Show game. Work.Wait. Wait. Perfect. Kiana Koto Moidas Tesimata. I'm a little sleepy and tired. Exhausted, Nate.So I'm going to play Little Genshin. Ah, yes, I wonder if I'm gonna see the event of kinda Halloween, but not really Halloween. Is there the event?To be sure, did I turn on my mic? Yes, I did. Wait. Yes. I was worried. Maybe you didn't hear the game before. Not sure. Oh, 久しぶりじゃな。Damn, your voice is deep, bro. もちろんだ。話してみろ。そんなことが聞きたいとはな。かつて稲妻に名を馳せた雷電五花伝、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千樹。 Let me just verify on Twitch. You don't hear something you shouldn't hear. No, it's all good. Up, up. この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それはしかし孫をこれら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。じゃが
幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、わしの記憶が正しければ、彼が刀を撃った。そう言われたら、オイラも思い出したぜ。あの時は、雷電五花伝が没落したことを聞いて。それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞの守護師もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのは彼は同じ雷電五花伝の末裔として、まあお前に伝え、雷電五花伝は猿投降の末、報復？伝説によると400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらし。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時造幣師の神の庭様もその陶工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、陶工の一族は没落し、その者の息子は誰、彼はこのことを稲妻全体のせいにした、父の死について無関心な将軍様を恨み、父を捨てちゃうが、無力な彼はその恨みを子孫、物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の、やがて彼は怒りを晴らすために極めて、そのものは百目一族の出でありながら、自らの、じゃが楓原家と上里家の末裔や陶工と対峙、そのおかげで楓原が代表する、まだ他に聞いておきたいことはあるか？楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などしてちょ。気にす。その表情だと、また他の、じゃあ次の場所に。I need to find some snack with my hot cocoa. Koya にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。I have some cookies. Give me cookies. Kazuha. Oh no, Ayato. Please let me talk to Kazuha. Ayato. Oya, anata tachi deshita ka? Hontou ni o hisashiburi desu ne. Hihi. Shabugyou ga kimo dame shitai kai o ite mo, masaka Ayato ga iru. Oya? Moshikashite?今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事です。肝試し大会は当学校に広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。てっだったらオイラたちに、こうも自然に人に、まあ確かに時が来れば、んお気になさらず。やったぜ。肝試し大会、その肝試しの場は鎮守の森にしました。組み分けができたら事前に
一番先にそのものを見つけた人その回、うん、その通り肝試し大会は3回行われ、うん、商人たちは資金を集め上里家は場所を提供し3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるのでおいら分かったぞなんだかんだ言ってよ1回ごとに1つ見つけて3回で3つ見つけるんだな、うん、簡単じゃないかええよく理解してくれました試合に勝利した回数を3つ全て集めることができたらなるか豪華ご神もさあどれほどのモラに無論肝試し大会で最も試されるのは度胸ですさて恐怖に心配いらないオイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけどなかなかの勢いですねさあ、うん、話はこのくらいにしましょう3つのものの正体については最後に友達として一つ教えてあげましょう。あいつのあの口ぶり。うんうん。まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。またとにかく。うわっ。行くぞ。Please let me do the Wanderer quest. ちょいと待った。お前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。この声は。ここにまさかお前も気持ちそりゃもちろん悪いな報酬は全部この俺様と言いたいところだが実は今回は別の人で来たんだうん何があったの、はあ、長い話になっちまうんだがなこの前、肝試したいなのに、なんと俺様の子分はドイツ真珠の森なら、何度も言っただろあんなの、このが度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ本当に肝試し大会に参加するのかどいつもこいつも、みんな揃って元気がねえんだこんなんじゃ、だその気持ち、オイラにもわかるメンツの荒竹屋の親分として、俺様は常に新しい面白い最初は理解できなくていいが今に見てろよ肝試し大会の面白さを実感させてやるだがしかし話が戻っちまうが俺様も珍珠の森ならなしゃぶ業の奴らだけを頼りにして何のあたそれが原因でまた子分に文句を言う結局メンツの問題原因ってのはしゃぶ業が信用できねえなら俺それってそうだこの俺様が直々に脅かし役を演じるぜだがこのプランには手助けが必要、うん、頼む俺様とやなこったるぜ安心しな俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ出発今度こそ相手のビビらせてやるぜ every cinematic going from every update is getting more and more lead details もうるさいやつだなあれでもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜひょっとして
笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったら、おい旅人ハイモン、すぐ行く。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか。ああ、奉行様は公務に行っている。うん、お嬢様、どうするんだ、中に入るか。他の人だったら当然だ。ありがとな。おや、そのように私を見てどうしたんです？何か聞きたいことでも。いいですよ、何を聞きたいのですか。あなたのおかげでお二人とも奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り相変わらずとても忙しい。聞いた感じ普段と変わらない。ええ、どうだ、他に聞きたいことはある。どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、うん、お嬢様からよくあなた、私もあなたがいなず、どれも心、普段奉行様がお食事をなさるときは、公務によってはやむなく外でお食事をされるときもあります。ただ奉行様は、奉行様が言うには、トーマ様の料理の腕はおよその料理にご存じないかもしれませんが、うん、お二方はお嬢様もたまにご一緒されることが。先代奉行様とバーヤの私は、奉行様とお嬢様の成長を見守って、もしお時間がありましたらいつでも奉行府へ遊びに来てください。それはよ。おいらここに来るのが好きだぜ。最近おばあさんも言ってたけど、うーん、オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べ、もちろんいいです。じゃあオイラたちはこの辺で失礼。うん、わかったぜ。ええ、わ、二人とも、もう行くのか。うん、や、そうか。着いたな。おや、旅人にパイモン。グザビエ、どうしてここにいるの。この近くで用事があって、うん、それ聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯の。何が聞きたいんだ、遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの地下、それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の死。急に。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして、2回？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。Some kind of like a random line with no purpose, but why I feel like it's another fatui. Eh, yes. なあ、タタラスナに来て聞きたかった。おお、二人。そうなんだよ。こいつ今日はどうしたのかし。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか。いいぞ、話してみろ。歌舞伎物、その言葉が稲妻では一般的に
得意な行動をするとか、ユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。残念ながらそのような人に会ったことはないし。なーに、もう行くのか。おお、気にするな。やっ、じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でもお前元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。遠慮するなっちゃなひ。おや、あなたたちは。ルカン・グリアンギー。赤羽沢だ。お前たちまだここにいたのか。グインジェル。まあ、もし時間があったら。いいけど。もちろん、この前の話題。タタラスナについて。まだ聞きたいことがあるんだよな。オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ進展はいまいちでな。ん？あ。僕のもいるかい？どうだ？そうだ。この前赤羽たちは。もっと情報があったら教え。まさか。話すと長くなるんだけど。やだな。こんな話が聞。なるほど。すべての根源は復讐だったと。これらの情報は私の言説をさらに。わかったわかった。君の言うと。また議論を始めちゃったぞ。あっと、すまない。いいってこと。また何か情報。くだらない。ナヒダ。ナヒダ。パパパパラ。旅人。タイム。全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして気づいたら。ジャンヒョ。聞いた感じでは。Oh no。表情が暗いけれど。何。旅人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。
そうだったの。つまり、その残響という名の人形は。でも、どうしてそいつは。旅人の話によれば、彼はもう少しで、スメールの神になっていた。それは、私の記憶と噛み合わないわ。でも、辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で。つまり、本当にそんな人が存在してたけど、そいつが。ええ。理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ、旅人は、テイワットの外の世界から来たから、世界、もしこの世において、このような形で改ざんされた過去を記録できる人がいた。でも、その残響ってやつは、私も、今ある情報からしか推測することはできない。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。残響は自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友をとても合理的で、残響は博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ、その権能のおかげで、力が残り少ない状況であっても、世界樹の中の記録を書き換えることに成功し。確かに筋は通ってるけど、おいら、この感じ、少し待ってちょうだい。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃ。何なんだ。私自身が保存した全ての情報の中にあなたたちも見てちょ。童話？誰が書いたんだ。この記録を作ったのは。え？ナヒーダの書いた童話が。その残響旅人の話と合わせれば私の残したものが。待てよ、もしかしてそ。そう、たとえ他の記録にある残響と歌舞伎物についての内容が変更されても世界樹内の情報を変える。でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。すごい方法。旅人を残響と一緒に世界樹に入らせたのも世界樹に今ある情報とこの記録でそれらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ水中。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら狐の群れ。子猫は狐になりたかった。だけど子猫の尻尾は細くて短く。Oh, no. 猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話し、猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は、猛獣はその雫を子猫に渡しこう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもってお前の狐の仲間たちのために死にに。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。
彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。それから子猫は山におけるすべての葉っぱも、すぐ子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすればこの世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さ。 Kinda look like Mephiles from Sonic。 溶けた。すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、神になるため彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそあのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残票を警戒していたから、神を想像するのは第一歩に過ぎず、甘くさえ神を操ろうとする者もいた。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。本当にそんな人がいたのか。そいつは。それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。 I just wonder something. Is Paimon lying to us and she remember it? Or she sealed and so she can't remember it? Cause I still think Paimon will be a evil someone. A bad guy.残票は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできた。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつて、ただ世界中にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは、その話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど、だからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは、真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ。はたから見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは、彼にとって、忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれは、おう、ナヒーダの言う通りだ。元気だ。いい考えね、パイモン。オイラに任せろ。ほらほら、グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。
You're gonna tell me to how it's called eat food, but I wonder if I'm gonna see the Baladir. すみません。先ほどの帳簿に少し問題があったようなので、見てもらえませんか？おい、ちょっと待てって。僕を呼びま。お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。たくお前、働かせてもらってる身分で。あなたの言う通り、もしかすごく気になってるみたいだけど、お前さん、本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いてらちが。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでもそんな感じじゃ。いえ、お金はいりません。よそから来た僕。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの身だってなくなっちゃう。かけた品は僕がさ。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かに金もいらない、休みもいらない、時間ができたらあたりをほっつけ。いかにも、僕のことは後にしましょう。今は品も。おい、どうするんだ。おう、do I need to be? これでいいでしょ。あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ。数に問題はありませんね。
洗った方がいいでしょ。そこの二人、町からここまでずっといたでしょ。気づかない方がもしかして、いや、その目。しかし、僕にはさ、本当にすみませんが、そのような花人形え、その表情、お前、本当に人形だったのか。どうやら、僕を知っているのは確かなようですね。僕がほとんど他人には言わないこと、僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からしていいですよ。ただ本当にあの店長の使い、はい、辺りをさまよっていた時、野外であの方に出、意外といいやつだったんだな。品を届け終えたらあなた、じゃあまずは町に、すみません。ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。ちょうど賃金を払おうと思って。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、そういえばあの日はあんなに雨が激しい。おかしいだろう。目的地もないのに、なぜ雨の中を歩く必要がある。ああ、だが俺がお前さ、しかし僕には、そんなもの、いえ、ドタフタイム、ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな、これでもたくさん感謝します。さて、行くぞ。行くぞ。こんにちは。オイラたち、街でこいつに会ったんだけど、何も。つまり、あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら。
I'm back. はい。こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので。しかし、この二人は僕を知っているよ。過去というより、このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど。前世。ええ。昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その前哨における僕はどんな人だったのですか？エジ。何か言いたげなのに、それを言うのが忍びない。どうやら言いにくいのはそのことけれど、そんなに真実がき、はい、じゃあはっきり言うわね。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。あなたは終始さまよい。たとえ居場所や身分を手に入れても執着という根は時として茎を伝って苦き果実を実らせ、すべてを使い果たして歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば、うん、今聞いた一切をた人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる。因果果をもた真理とはもとよりそういうものよ、うん、正しさもあれば。前哨の僕は皆から疲れていなかったようですね。別に傷つけようとし、しかし今僕なあ、もう全くの無実じゃないとは思うけど、かとクラクサナリデビ様、知恵の神え、はい、この目でたとえ今のあなたの精神が、僕は人形、心も名もないただの人形ですなら、あな、ちょっと待った。おいらたちも心配はいりません。旅人、私のか、そうだな。おま、うん、ありがとう。ふふ。すべて。向き合います。Gonna mute again. I hear family being loud.あなたたちのいる空間は、記憶を見れば真実を知ることができるけど、まるで本当にその場に、僕にそこまでしてくれる必要はありません。でもオイラたち途中でや、そうですか、放浪者、それってそうとも言えるわね。足音がするよ。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。いや違うな、どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。喋れるのか。いや、怪我は。この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿の、それによって改ざんされていない記録の中では、カツラギは外に連れてってやる。タタラスナ事件において、責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され、当時。歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして神輿長政は、葛城はかつて長政に助けられたことで
長政に忠実。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は武人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。長政様、この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。君と同じで僕も捨てられたんだ。うん、聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは、お父さんも僕と同じように。でも君はそう。うん、僕たちはこの子には名前がない。というより、母親が亡くなってから、この子はかやぶきの小屋に一人。そしてタタラスナを離れた残氷は、偶然にもその子供って、幼くして病で亡くなったわ。ある日、残氷が家に帰ると、彼が息を引き取っていることに気づいたの。マイメーモリースカイナバッドベイゼンゼラーオゴスシャイルインニザズマイナワールクエストザッアスキューフォーサムシングLike, he asks you for herbs, I think. And if you go back the next day, the reward is here, but he isn't. I don't remember. I forgot. Oi! Ittai dou shita nda? Henji o shiro!家族のように一緒に暮らすと約束したのに、結局君も庭たちのように僕を裏切るんだね。声が途絶えた。引き続き。どうして僕の行く先を阻む。阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器、高潔の意志のために刺激されるか、そのまま放浪を続けることもできる。僕を仲間に引き込もうと。犯行の運命はすでに幕を席が加わり、祝宴に参加しよう。まだ始まったばかりだ。くだらない。
行くぞ。知れ。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。改ざんされていない記録の中。嫌な感じだ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる宿女様は、あのアホどもとこの工場を僕に。もうあんたの手下なのよ。下げ、それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。ま、もっとも、その口で得をしたことはほとんどないみたいだけど。言われなくても。そうかな。あえてもう一言だけ言って。あら、まさか君が僕の足手まといにならない。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけ。覚えてるかしら、稲妻にいたあの時、投降を何人も殺したんでしょ。ライデン五家伝の末裔もさぞかし苦しんだ。あらあら、その表情。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。まあいい。陰謀はことここに至っても。はい。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ。僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって、他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合うな。まずはやるべき責務を果たした方がいい。今ここに生産する。くだらない。この子たちで盛り上げよう。断罪のな。正論派の賢者ナフィスが本計画への歓迎しよう。いつからもう待ち遠しくて仕方がないようだな。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。そんなことはこれまでにも十分経験。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だが、あの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい。私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつ。また博士だ。あのものからはとても深い邪悪の。あいつを見たら嫌な感じがするのはと。引き続き。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？
あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか。あなたにとっての前哨や多少の自分は、あなたと何か違いはある？人の世の霊団に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、鐘楼。僕は十分に多くの過去を見ました。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。その記憶を。え？でもそれじゃあ、僕は常々、人という生命個体は、僕は人形として世に生まれましたが、記憶を取り戻すことはあなたを完全に全身本当にいいのね。もとよりこの胸に開いた穴と共に生きてきました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。だからお願いです。宿命を。分かったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！風よ、図が高い。死にたいようだ。
背を見下ろす今週目Happy is regained a little of his old personality, and I really love when he said "Shine," cause the nice guy personality. I would have learned how to like it, but I prefer his natural personality. And I really love the scene where he's grabbing his old self. And saving his old self from falling in the abyss. Really nice, really, really nice. Oroka mono me. Boku no shikai kara kie useru. Kieta. Oira tachi no kachi ka? Kiku made mo nai daro.僕がそいつに負けるはずがない。言葉遣いが戻ってきたな。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実記憶の読み取りはとても順調にいった。行こう。話。お帰りなさい。旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。ふぅ、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。ふん。もしかして、この名前は不満かしら。別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと、つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。だからといって、それはもちろん。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になった。たとえ僕に何の価値がなくても、クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとは、できる限りあなたが自然に情報を得られるよう。どうしてそこまでするんだ。これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。本当に。これは私がも他者にとって有用であること、
それが価値というものだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだ。悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は、もちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりも、ええ、旅人。僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに変わった後の何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。個体と個体の間には借りと、それを返すだけの関係。そうではないわ。人と人との関係は決してかん、あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのないか、取り返しのつかないことや変えられないことが。あなたの感じるものは全て真実であって、亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。心臓のない人間なんていないだろ。それに、あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。I love the shot. Say, don't need the earth anymore when the vision is at the earth place. I don't remember exactly what vision is really about, but isn't this kind of like the meaning of life of someone? Like the passion, the. And stuff. So.When he recovered his old self, it's like he discovered the meaning of his life. I don't know exactly, but I think it's a really cool, cool shot. Kako は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分にな。どうやら僕をどうするべきか、いろんなことが混ざって難しい話になっ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひっと。なんだって？だってオイラ名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言う。今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼らの意見を聞いてみるといい。ダメだ、おいらあだ名しかつけられない。ん、思いついたかい？
決まったかい？いいよ。思いついたかい？Yes, I'm gonna call it Eiko, since his mother is kinda like A, but the thing is, Eiko, like that, is feminine words, masculine name. Eiko is like with a U at the end or H, but I think it's a little less aesthetic.Plus, I think the name of A Raiden Shogun mean eternity and stuff. And I kinda like it. It can also mean glory, honor, flower, outstanding, crystal, river, and power.And I want to call it like that because it also sounds like echo. Like, I don't know. I feel like it go well with its animo vision. And since it's is echo of himself, kinda.決まったかい？君の言う通りに。これであなたも名前を持つ人間にな。あだ名はもう思いついたかい？ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか。少なくとも立場が変わったわね。あなたのこれからの道。もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしもたとえこのことが世界からま。なるほど。なんてことはないさ。彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わない。単純明快だね。悪くない。さてまたね。賢明なる神。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった。これでやっと。お疲れ様。落ち着ける。
思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場。そうだ、神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから異様な雰囲気は消え去った。だが年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という全ての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿人生という道は長い。そのが掃除の時に割っちゃったのか。で、どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でもまさに瓶が床に落ちるように。 お前誰なんだよ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心、好きな人、瓶も床で砕けたままだし、なんかこのまま放っておく。This plan feel like traveler looks like a paimon.Like he suspects something. Is the voice from the unsealed Paimon? Maybe. Either a fetui, either a next Arcan or God, or either Paimon unsealed form.討論で教令員の奴らに勝とうなんて、卵を持って一生。でも君たちが試そうというのなら。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番、むしろ思いがああ
俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。でもそれってあくまで劇の話。あ、別にニーローを支持し、何もせず、ただし私も協力するよ。みんなありがとう。水を差すつもりはないけど、お父さんは、あの人は博識で論理的でとても厳格だから、みんなだって分かってるでしょ。結局さ、やめるんだ。いない、ごめんなさい。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。そうだぞ。うん、あなたの言うと、私たちの相手は強霊院。その手、それでも私はやってみた。私だけじゃなく他のみんなもそう思って、言うべきことを全部言って。だって私たちが、それは分かってる。悔しさもいなら、討論の場を設けたいって。家族と連絡する方法は、うん、それじゃあお願い。私でもやると決めたからにはちゃんと準備する。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみん、うん、そうだそうだ、悪いやつなんて倒そう。あいつに別に喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気も、よく言ったな、ニーロ。なんだか大口を叩いちゃった気もするけど、早速準備しよう。友人やシアターのお客さん、もし雲行きが怪しく、それは、まさか強霊院に。若い頃のことを思い出したよ。そういった機会はもうないけどさ。ごめん、もし強霊、大丈夫、そんな深刻な状況、冒険者の粘り強さを侮らない。でももし突然何かが、そのことを心配して、安心してくれ。悔いをどう対処する。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。あの子すごくよ。もし過去の苦しみがなかったら、それって半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた、大事なのは何を経験したかで。私の人生は夫を失った時だから、たとえシアターが亡くなった、いいことも悪いことも人が定義したもので。そっか、だからね、ニーロ、あまり肩肘を張る必要はない。うん、ありどういたしまして。こちらこそ、その勇気に、それはありがとう。励ま、ふう、ならいいんだ。討論の、君たちのこと、イナヤの言う通りだ。でも彼女を傷つけるつだって、ニーロ、もしニーロを応援、それに、こいつとはあまり話したくないけど。もう俺に先入観を抱いているのか、アドバイスを。それは話して、その前にこの間の質問について、君たちは、さあ、またか。けど芸術の価値を証明するに、どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、まあ、これもニーローのやつ、真面目に答えて。いやいや、ニーローの答えは、芸術の意味は創作者が与え、言い換えれば人が鑑賞できる芸術だけが、強霊院の連中には絶対に理解できないだろうがな。ああ、俺はかつて学者が、しかし理解などできないという結論に俺は至った。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊、そんなにす、そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演、正直なところ厳しく評価するなら演技はイマイチだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上に困惑したのが、そのイマイチな演技。俺は道を間違えていた。俺が故に芸術研究の最前線から離れ、芸術は砂上の楼閣ではなく啓発や娯楽、そうでなければ、そっか、私とズバイルさんが強霊院の命令だって、みんなが理解できないものを見せ、俺はかつて数多の脚光を浴びてきた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがに、君はすでに最高の舞台を手に入れている。たとえ相手が強霊院であろうと。うん、アドバ、学問に勤しむあの連中の頭、あいつ
かなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて、実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したり、ペンキを塗るのを手伝ったりしてくれるんだから。全然そんな風には見えないぞ。ニーロー姉ちゃんをいじめ、悪いやつめ。あまりに唐突すぎる。俺にもわからん。ズバイルさん、私たち道理を解くのは簡単だが、今までシアターの事務はしっかりと管理してきた。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつも。ああ、分かっている。もしシアターの人たちが外からの圧力、とにかく自信を持ち規則に従ってことをする。その姿勢を貫き彼らに譲歩。うん、こういったことは俺もよく目に。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。そっちの話が一段落したら常連さんたち。本当に今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はニーロ、将来のことを一番心配する必要がないのは。ここを離れるなんて考えたことないから。それにますます彼女に似てきた。応援している。彼女って。私の先生で踊りがとても上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだ。君だってそ。一体何があったんです。うん、30日以内に。え、急にそんなこと言うなんて。はあ、なんでそんなことするんだ。説明が必要。まあそうだな。でも心配しないで、強霊院もし私が勝てば。そんなことが可能なのですか。ああ、俺もだけど。うん、あいつら何も分かってないくせによくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで普通の生活には目もくれない。That's why I love Genshin translation. I'm sure that it's reference to that.To internet memes. まったくだ。あいつら俺たちのことをバカ。安心してください。ここにいるみんなは。ああそうだ。あいつらには知恵に序列があって。もしあいつらが俺と討論したら俺より。討論の時相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ。それっていいのかな。こいつのは冗談だから気にしないで。俺たちはみんな。うん、なんとかなりますよ。気迫じゃあいつらに。ま、考えがまとまってきたかも。シアターに戻って整理しよう。エイブ、稲谷お姉ちゃんを見な。うん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼む。あ、旅人パイモン。私稲谷、最初から。なんだかそんな気がするの。かの自分がシアターにいる。そっか、あの二人の間には私たちは討論に勝てない。
でも私たちのことを巻き込みたくない。それでそっと。そうだね。とにかく彼女探すって。少し心。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。シアターを出て行って。おう、うん。事前に。手をつなぎましょう。
So, it was a short stream, but I'm gonna end it here. I'm getting kinda sleepy and I need rest. Thank you for watching. Bye bye.